歩いた。はい、トッチーチャンネル、よーい、スタート。わー。はい、どうも、トッチーです。先週、僕の唯一の監督作品である、高円寺ブルースというのをね、お見せしたんですけども、今週はね、その裏、つまりね、その現場でね、メイキングビデオをね、一応回したんですよ。ただ、もう今から14年ぐらい前のビデオなんで、当時ね、400万画素とかね、そういうので撮ってるんで、もう画質が荒いのと、一旦そのあるウェブに上げたやつを、また落としたんで、画質がかなり悪いんですけども、一応現場の雰囲気はわかると思うんで、メイキングをね、お見せしようと思います。見てわかるとね、スタッフはね、結構いっぱいいたんですよ。だからね、変なんじゃない、ちゃんとしたビデオシネマのね、撮影ができるぐらいのスタッフが揃ってくれて、で、僕が、撮影の入り墨を書いて、監督をやって、それから、役者でもちょろっと出てるというね、あと、もちろん発砲弾着もやったんですけども、という、とんでもない、ショートムービーだったんですけども、とりあえずメイキングを見てください。どうぞ。はい。じゃあ5番。5番。はい。どうですか。どうぞ。よーい。順番を決めてあります。1人目が松本、2人目が五郎で、2人はそれで最初に死んじゃって、その代わり夜につながります。で、あとはナビでいきますけど、大体一応、撃たれる人の順番がですね、あ、ま、そういえば松本来てないな、まだ。松本さんもちょっと今渋滞に巻き込まれていて遅れると連絡が来ています。で、あとはまあ、逐次あれしていきます。とりあえず危なくないようにと楽しんでくださいということだけです。はい。みんな汚れていって死んでいって消えていく人ばっかりだと思って、こんな頑張ってるうちに一回記念撮影をしておいたら、松本さんとそのご友人が車で、だからここ撮り始めます。じゃあちょっとメイクを。ちょっと隠れたね。
まりモノマネだとは思わないだろう。監督、はい、うるさい、ごめんね。お芝居の説明を。はい。まあということでね、とっても楽しくねやったんですけども、7分40秒ぐらいの映像なんだけど、これでね2日で撮ったんです。2日って言ってもね、最初の日が9時ぐらいの集合かな、挨拶してるところが朝の9時10時なんですよ。で、全部終わったのがね暗くなってはいたんで、7時とか8時には全部終わったのかな。で現場を掃除して帰った。で翌日がね高円寺で撮影をやって、高円寺がねやっぱり9時ぐらいから始めてもう終わったのは午後の3時ぐらいに終わっちゃったんで、制作のね、についてくれた女の子がね、まあこれこの子は結構ベテランなんですよ。だから、トシノさんね、私は作品の良い悪いは分からない。それは編集してみてね。で、分かるんだけども、ちゃんと時間通りに現場を進めて、現場をちゃんと時間通りに終わらせたということに関しては、あなたは、僕はね、監督をやる才能があるって言ってもらえたのが唯一の救いでしたね。まあ、そういうことで、またトッチチャンネル来週からは普通に戻してぼっちらぼっちらやっていくんで、またよろしくお願いしますということで、to be continue、 またねー、はい、 OK、 バイバーイ。背中の彫り
ゃない瀬名の織物だてじゃない軒下さんずに借りまして金次七兵衛さんです。安なれ親分さんならびご同席のご兄さん方に名乗るほどのものでもございません。皆様方には何の恨みもございませんが、都政の義理通させていただきます。ついてまわれてじゃのめなさすげえも気持ちも知らんじゃないな。ヤクザに義理を通したヤクザに
驚いた。